第二次世界大戦西部戦線オランダにおける戦いオランダにおける戦いは第二次世界大戦初期におけるドイツ軍による定地諸国とフランスへの進行作戦の一部である。戦闘は1940年5月10日から5月17日まで行われた。ドイツ空軍によるロッテルダムへの爆撃後に同様の惨劇が他の都市に及ばないように オランダ軍が降伏という選択を行った。その結果、ナチスドイツが勝利し、オランダを占領した。オランダ政府はイギリスに亡命し、亡命政府を作った。イギリスとフランスは1939年のドイツによるポーランド侵攻後、ドイツに対して戦線布告を行った。しかし、両軍ともその後の長い戦争に備えて戦力の充実を図っており、 その間はヨーロッパでの地上作戦は起こらず、これをまやかし戦争と呼んでいた。ヒトラーは10月9日に定地諸国への進攻作戦を作成した。これはオランダをイギリス攻撃の基地として使用し、英仏からの同様の攻撃に対する干渉地帯を形成し、ルール工業地帯への脅威を減らすことが目的であった。オランダは 第一次世界大戦においては中立であったが、感情的にはドイツ寄りであった。ドイツとの戦争は過去に行われたことがなく、1871年のドイツの統一以前でさえ、ドイツの両方との戦争は非常に稀であった。一方、西部戦線での主要な連合国であるフランスやイギリスとの戦争は、歴史的には頻繁に生じていた。特に、 当時イギリスが南アフリカでボーア人に対して言っていたことには悪感情を抱いていた。それらの歴史が英仏へのマイナスイメージの背景となっていた。ドイツに好意的であるという状況を表すものとして、第一次世界大戦直後の1918年にドイツ皇帝ビルヘルム2世がオランダへ亡命した事件がある。オランダは皇帝を保護し、 皇帝が死ぬ1941年までドールン城と呼ばれる城を与えた。ただし、オランダは他の多数の亡命者もかくまっており、このこと自体は特に特別なものではなかった。ヒトラーが権力についた際、オランダは再武装を開始したが、そのペースは他の国と比べ非常に緩やかなものだった。政府はナチスドイツを脅威として見ていなかった。この原因は、 ドイツに対する感情も含め、ドイツを怒らせることを望まないという考えによって生じたものであり、それよりもオランダ経済に大きな打撃を与えた世界恐慌への対策の方が重視され、厳しい予算上の制限によるところもあった。1939年9月のポーランド侵攻と、その後の第二次世界大戦が始まった後も、オランダはその25年前と、 同じく中立を保持したいと望んでいた。この中立を確実にするために、オランダ軍が動員、編成された。10億ギルダー以上もの大金が、戦力の装備を整えるために利用可能となったが、オランダは、新しい装備の多くをドイツに発注したため、ドイツとの戦争時にはこれらの装備を手に入れることが困難であることが想定された。ドイツとフランスは、それぞれの国境を、 マジノ戦やウェストウォールのような要塞戦で固めており、定地諸国はマジノ戦のような要塞戦に防備されていない国境をフランスとドイツという二つの強国にさらしていた。この事実はこれら定地諸国が両陣営にとって攻撃の際の通行ルートになることを意味していた。英仏は必ず起きるドイツ軍の進行を待つべきではないと定地諸国の説得を試みた。しかし、 1940年1月にドイツの航空機が墜落し、ドイツ軍の攻撃計画がベルギーの手に渡った後でも、ベルギーとオランダはドイツによる攻撃時の対応に関しては、フランスと交渉を持ったものの、明確に連合国に参加することに関しては、拒絶を行った。英仏は兵力が充実した後、1941年夏に、 ドイツに対する攻勢をかけることを計画していた。この時、低地諸国が英仏協商側に参加しない場合には、その中立を犯すことも視野に入れていた。1940年4月9日、ドイツ軍がノルウェーに侵攻した。これは、英仏とドイツの対立が中立国において発生したものであり、オランダは2つの敵対する国家に挟まれた自分たちの 国が対立と無関係にいることが不可能であることが分かった。その時点で進行作戦に対する防衛策を考え始めたが、すでに手遅れで、それでも、なお大半の市民は自分たちの国が戦争に巻き込まれないという幻想を抱いていた。このようなオランダの態度は、英仏側にとって非常に優柔不断なものとして映っていた。しかし、当時のオランダの指導者は、 第一次世界大戦において失われた人命の多さから可能な限り自分たちは中立のまま戦争を回避することを希望しておりこの態度はその努力を行っていた結果から生じたものであったオランダ軍の移動式対空砲この対空砲は1918年の終わりに連合国軍がドイツ軍の防衛部隊から露角したドイツ製の対空砲でそれを オランダ軍が購入したものである。オランダではすべてのものを防衛のために利用することができた。これには教育と訓練を受けた若く富裕な人々や防御に有利な地形やわずかとは言えない軍需産業等の工業的かつ技術的な施設などがあった。しかしこれらを十分に活用することはできていなかった。 この時のドイツ軍はオランダ軍と比較しても装備や訓練において多数の欠点を持っていたためゴリアテの故事に例えるものも存在した。しかしフランス戦におけるイギリス軍やフランス軍に対するドイツ軍の装備の優位性は神話といって良いものであったがオランダに対する戦いではドイツ軍の優位性は確かにあった。オランダ軍と比較すると ドイツ軍の方が近代化された軍隊であった。ドイツ軍は戦車やユンカースジュ87ス通カのような急降下爆撃機を保有していた。一方、オランダ軍は1台の戦車と39台の装甲車と5台の豆戦車だけであった。また、空軍のほとんどは副用機であった。オランダ軍の防衛オランダ軍の装備の欠如は大規模な部隊の編成を制限しなければいけないほど、 ひどい状態であった。保有している砲兵では、ちょうど8個師団と1個警府標師団しか編成ができなかった。隣接するベルギーは、戦力としては十分でないものの23個師団を編成、保有していた。オランダ軍は2つの独立旅団をバラバラにし、警府標で構成される国境警備大隊を編成した。これらの部隊は、領土のあちこちに配置され、 敵の移動を妨害する役目を負った。国内にはそれほど深くはないが多数の号による防衛線が作られた。だが、これらの防衛線にはベルギーのエヴァンエマール要塞のような近代的な装備の要塞は存在しなかった。戦争が始まった1939年9月の後、オランダ軍は状況を改善するため必死の努力を行ったが、ほとんど効果を結ばなかった。 ドイツに発注していた装備は様々な理由により引き渡しの引き延ばしが生じていたしフランスは明確に味方であるという態度を示さない軍に装備を供給しなかった。また即座に利用可能なソビート連邦の兵器はオランダ人が例外的に共産主義政権を認めなかったため使用することができなかった。5月10日の時点でオランダ軍が最も不足していたのは 装甲戦力であった。他のすべての国は、ある程度の数の装甲戦力を保有していたが、オランダは必要と考えられていた、最低限の140台の戦車さえ手に入れることは、できなかった。1台のルノー戦車と訓練された乗員がいたが、それは、対戦車障害物のテスト等の試験に使用されていた。2つの装甲車の戦隊があり、 片方は12台のランズバーク走行車を装備し、もう一方は12台のダフ M39 トラックに武装をつけた車両であった。砲兵として使用される5台のカーデンロイドマーク6小型戦車による1個小隊。これらがオランダ軍の走行車両のすべてであった。オランダ軍の砲兵は、榴弾砲と野砲を合わせて676門を保有していた。 310門のクルップ 75mm 矢五52門の 105mm、母方ス榴弾砲があり、これらが、比較的新しいものであった。他に、四十四門の旧式のクルップリメートル砲、四十門のメートル s f h 三、七十二門のクルップのリメートル l 四榴弾砲、二十八門のビッカース製リメートル L-15 榴弾砲があった。これらのほとんどは、榴弾の作薬に黒色火薬を使用しており、爆発力が低かった。対戦車砲として386門のベーラー 47mm L-39 が利用可能であった。他に300門の6スタールと8スタールや砲が対戦車砲として使用されることになった。 200門の最新型の方はドイツに注文されていたが、進行の時点では到着していなかった。オランダ軍の不評は、約2000丁の 6.5mm、シュバルツローゼム0 8重機関銃と800丁のビッカース重機関銃を使用していた。これらの機関銃は当地下に配置されたため、拡大隊は重機関銃中隊を一つのみ所有しており、そしてそれが、 唯一の自動火器であった。オランダの不評分隊はもともと軽機関銃を所有していなかった。一方、ドイツの軍は分隊に配分する軽機関銃を1個師団あたり559丁保持していた。また、各大隊に6問の不評法が配備されていた。このような火力の欠如がオランダ不評部隊の戦闘能力が低かった大きな理由であった。その中でも、 警府表示団は、オランダ軍の中で一部自動車化された部隊であった。これは、軍用の輸送手段として、大量の自転車とトラックを使用していた。5月10日時点で、オランダ空軍は155機の航空機を保有していた。28機のフォッカー GI、31機のフォッカー D21,7 機のフォッカー D17、10機の総発爆撃機フォッカー TV、15機の フォッカー CX35 機のフォッカー CV12 機のダグラス DB-817 機のコール砲フェンカイ K51 と155機のうち74機が副用機であった。もちろん、これら121機の航空機は作戦可能で有効な戦力の一部であった。残りの航空機は訓練用に使用している。また、40機の航空機が 海軍の航空任務に使用されていた。オランダ軍は装備の貧弱さだけでなく、部隊の連度も低かった。戦争前に兵士に適している少数の若者はすでに徴兵されており、失業でもしていない限り、簡単に採用できるようなものはいなかった。長母兵は24週間の訓練を受けたが、これは本当に基本的な兵士が受ける訓練としてのものでしかなかった。 動員の準備はゆっくりと進んでいった。ほとんどの時間は防御施設の構築に充てられた。1940年5月の時点では、オランダ軍の状態は、戦闘には向いている状態ではなかった。オランダ軍は攻勢をかける能力を持っていなかったし、機動戦というものから取り残された状態であった。また、それ以外の装備も不足していた。 オランダ軍は32隻の病院船しか保有せず、部隊を移動させる列車としては15両しか保有していなかった。このような貧弱な装備で準備不足であったオランダ軍であったが、実際の戦闘ではドイツ軍の目論みとは異なり、防衛に徹することにより、3日程度ドイツ軍を足止めすることが可能であることが示された。この状況はヒトラーを憤慨させ、 オランダの都市を爆撃して、灰に変えることにより幸福を強要した。クレッペ防衛線をオランダは17世紀から国境沿いの反乱を起こしやすい部分により、国の西側にあるすべての主要都市を守るという、洪水線と呼ばれる防衛線を頼りにしていた。19世紀後半、この防衛線は要塞により、近外化され、トレヒトの東側にいくらか移動した。 この新しい位置は新洪水線と呼ばれていた。陣地は1940年では時代遅れとなっており、新たな統治下により補強されていた。この防衛線は海面以下の地域の東の端に置かれていた。この地は陣地下を行わなくても、川を氾濫させることにより数フィートの水で、これらの土地をボートで通行するには浅すぎ、歩いて進むには困難な沼地に、 間単にすることが可能であった。新たな洪水線の西側の領域はホラント要塞と呼ばれ、この東側の側面はアイセルコにより、南側の側面は三つの平行に走る川により守られていた。そのうち二つのライン側とマース側は自然の要塞として働いた。戦争前、戦争が開始された際に前線をこの位置まで即座に交代させることが予定されていた。 そして、ドイツ軍が南側の州を通過して、ベルギーへ向かいホラントの部分へは進行してこないことを期待していた。1939年、ドイツの進行に対するオランダの基本的な態度としては、そのようなものであり、英仏の共同での防衛の交渉は不可能であった。また、最も東寄りの主防衛線が建設されていた。 二つ目の防衛拠点は、グレッペ防衛線により構成されていた。これは、アイセルコとライン川下流の間の氷河期の氷河による土砂が堆積してできた丘に配置されていた。ペール・ラーム防衛線は、マース川とベルギーの国境の間のペールヌ町と、ラーム川に沿った領域にあった。第四軍団と、第二軍団は、グレッペ防衛線に配置された。第三軍団は、 警譜表示団と合わせ機動予備として、ペールラーム防衛線に配置された。A 旅団と B 旅団は、ライン川下流とマース川の間に配置された。第一軍団は、コラント要塞に、戦略予備として配置された。これらの防衛線のすべては統治下により増強された。クレッペ防衛線は、統治下以外はほとんど5で構成されており、反乱を利用して防衛する予定だった。しかし、 攻撃者が、遮蔽物として利用可能な国境近辺の森林を切り倒すことをオランダ政府が認めなかったと、いくつかの問題が存在していた。ペール・ラーム防衛選手防衛戦は、アイゼルことマース川に沿った領域であった。アイゼルことマース川の合流点のベートベは、トーチカと14個の国境警備大隊により防衛されていた。1939年終わり、 オランダの総司令官、アイザック・レインド・アース将軍は、アーネムとゲネップの近辺での、これら存在する川を防御にうまく利用できないかと、提唱した。その際には、ドイツ軍師団が、守防衛線に到着する前により多くの戦力を消費させるために、機動力のある戦力を利用した陸軍での、遅延戦闘を行うことも含んでいた。この考えは、オランダ政府により非常に危険性が高いと、 考えられた。レンダースは防衛地域の軍事的な効果を完全に否定したため、彼は辞意を示し、後任にヘンリー・ジー・ヴィン・ケルマン将軍がついた。まやかし戦争の間、オランダは公式には厳密な中立を貫く主義をとっていた。しかし、秘密裏にオランダは、ベルギーとフランスとの間で、ドイツ軍侵攻の場合に備えた防御計画を立てる交渉を行っていた。これは、 どのような戦略を用いるのかという点で大きな意見の相違がありまとまらなかった。オランダはベルギーと共にペール・ラーム防衛戦での防衛を望んでいた。一方ベルギーはアルバート・ウンガに沿った防衛を望んでいた。これは危険な相違点であった。フランスはこの交渉のために招かれていた。フランスの総司令官モーリス・ガムランは4年後のバーナード・モント・ゴメリーと同じく どちらかというと、オランダを含んだ連続した前線での防衛に興味を示していた。彼は、英英仏が1941年に攻撃を行う際には、ウェストウォールの周囲で包囲を行うことを考えていた。しかし、彼は、ドイツの攻撃前にベルギーとオランダが連合国側に立たない限り、補給線を遠くまで伸ばすことを許容しなかった。両方の国が拒絶した時がムランは、 ブレダの近くの交差点まで進出することを主張した。しかし、オランダはオレンジの位置を要塞化しなかった。オランダは秘密裏にドイツ軍の攻撃が起こると同時にペールラーム防衛線を放棄し、第三軍団をリンゲまで撤退させ、援護部隊を後方に残したまま、グレッペ防衛線の南の側面を守ることを決定していた。1940年4月、 ドイツ軍がデンマーク・ノルウェーに侵攻した際に、ドイツ軍は大量の高架量兵を使用した。オランダ軍の指揮官は自分たちが、そのような戦術の犠牲者となるかもしれないと心配した。そのような攻撃を撃退するには、ハーグ、イッペンブルフ、ロッテルダム、バールハーフェンの飛行場に部隊を置く必要が出た。これらには、すべての豆戦車と24台の装甲車のうちの6台を使用した。 これらの特別な対策は通常の対策に加えて行われた。ファルゲルブ作戦の計画は何度も練り直しが行われた。当初の計画では、オランダ・ベルギー正面の B e 軍集団に走行師団8個、不評師団を27個置き、ベルギーを通過してフランス北部を占領するという計画が立てられた。この計画は従来のシュリーフェンプランの焼き直しであり、 第一次世界大戦と同じく、オランダが望んでいた結果のように、オランダを含むホラント要塞は占領せず放置するということに一度はなりかけた。しかし、この計画は三つの理由により変更された。一つ目は、当時の空軍大臣であったヘルマン・ゲーリングがイギリス攻撃のためにホラント要塞の飛行場が必要であるということを主張したためであった。二つ目は、英物が コラント要塞を占領し、そこにある飛行場を使用して、ドイツの都市を爆撃することを回避するためであった。これはヒトラーが恐れていた点でもある。三つ目は、完全に政治的な理由であり、フランスが簡単に降伏しないと考えていたので、英仏に同盟する政府が崩壊することが、敵の降伏を実現しやすくなるというものであった。このように、オランダ全体を占領することが決定されたにも、 かかわらず、オランダへの部隊は十分な数が配備されなかった。主力の攻撃はベルギーに対して行われる予定であったためである。この作戦は1940年1月17日に開始される予定であった。しかし、その1週間前の1月10日、ドイツ軍の攻撃計画の書類を持った参謀が乗った航空機がベルギーに不時着し、攻撃計画が 連合国へ漏れるという事件が生じた。この影響は大きく、一週間後の攻撃は延期となり、その間、ドイツ陸軍総司令部による作戦の練り直しが行われた。その結果、一度は廃案となったマンシュタインの計画を修正し採用することとなった。この計画では、攻撃主力はベルギーの南方トルクセンブルクを通過し、 ベルギーのナミュールとフランスのセダン付近に行われる予定になった。それに伴い、オランダ、ベルギーへの攻撃は、陽動作戦の位置づけとなった。特に、オランダ方面への攻撃は、その陽動作戦の内側面の作戦であった。この陽動作戦に割り当てられた部隊は、フェードアフォン、ボッカ上級大将の B 軍集団であり、その下には、バルタンフォン・ライヒエナウ上級大将の、 第六軍とゲオルク・フォン・キュヒラー大将の第十八軍であり、オランダ国境に展開した。第六軍はベルギーへの攻撃、第十八軍はオランダを蹂躙し、ベルギーへ進行する予定であった。第十八軍は、陽動作戦の側面であったため、十分な連動を持っていたわけではなかった。十八軍には、合計七個不評師団があったが、これら七つの師団のうち六つは、 第三戦の部隊であり、1939年8月に、交尾軍の部隊から編成された。それらには、ベテランの士官が少なく、兵士の42%を占めるの第一次、世界大戦のベテランである40歳以上の兵士を、除いては戦闘経験がなかった。また、オランダ軍と同様にほとんどの兵士は十分な訓練を受けていなかった。さらに、七つ目の士団は、 第526不評手段であった。この手段は完全な保安部隊であり、戦闘訓練を受けていなかった。以上のようにこの方面のドイツ軍は装備及び火力と、有面では優勢であったものの、その兵力は、オランダ軍の半数と攻撃を成功させるために、必要な数の優勢という点を書いていた。これに対処するため、様々な部隊を集め、18軍を増強した。 その一つが第一騎兵士団であった。この士団は、騎乗部隊と、不評部隊の混成部隊であった。計画では、この部隊でアイゼル側の東側の防備が弱い州を占領し、アフシュライト大区を渡り、同時にホラントに端気を使って上陸し、スタゴーレンの小さな港を占領することを試みる予定であった。しかし、これはどう考えてもうまくいきそうになかったため、 SSVT 師団とライプスタンダルでアドルフ・ヒトラー連隊の補充を受けた。これらの部隊はオランダの要塞戦を突破するための突撃兵であった。しかし、これらの部隊は4個連隊程度の補充兵であり、勝利を確実にするためにはもっと他の手段による支援も必要であった。その一つが北欧侵攻でも使われた高架量兵であった。 当時ドイツは2つの降下両兵士団を保有していた。1つ目は第7降下両兵士団でパラシュートによる降下を行う部隊であった。2つ目は第22空輸士団でグライダーや輸送機により空輸される部隊であった。第7降下両兵士団はドイツ軍の陽動作戦の種目標がフランダース地方と決まった際にヘント近くのスヘルデ川を横切る試みで使用された。 この作戦は、その後中止されたが、オランダで勝利を確実にするために使用されることが、決定された。第22空輸師団は、初日に、オランダ政府のお膝元にあるオランダの空港の確保と、ハーグと政府、オランダの最高司令本部、ミルヘルミナ女王の確保を目的としていた。ロッテルダム、ドルドレヒと、ムールダイクの橋は、南からの走行部隊が、 通過可能なように高下両兵により確保された。この戦力は141台の戦車を保有した第9装甲師団であった。この師団は、愛号戦車、通号戦車を主装備とする、ドイツ軍の中で最も弱い装甲師団であった。この部隊は、ゲネップスヘルトーヘンボスヌ防衛戦における第、第254-256不評師団により、作られた。 オランダの主防衛線を突破するためのもので、同時に東の207、227不評手段のグレッペ防衛線に対する共同攻撃が組織されていた。ファルゲルプ作戦のすべての期間中で、これが最も純粋に戦略的な用語として知られている電撃戦の概念を具体化したものであった。ファルゲルプ全体と同じこれは大きな賭けであった。この賭けは失敗したが、 オランダはその代価を支払うことになった。ドイツ軍の戦闘序列 B 軍集団第18軍、オランダは第一次世界大戦でも戦わず、ドイツ皇帝ビルヘルム2世の亡命を保護し、ドイツのナチス化に対して無関心であった。そのためドイツの国民は自分たちの隣人であるオランダ人を攻撃したがらなかった。ドイツは英仏が 定地諸国を占領する試みに対しての対応であるという巧みな嘘をつくことでこの侵攻を正当化しようとプロパガンダを行った。ドイツ軍の士官のほとんどはナチスに対する嫌悪があり、侵攻計画に対する不安を感じていた。その中の一人であった国防軍情法部の士官であるハンソースター大佐は友人であるオランダのベルリン駐在部官のベルトサスに攻撃日程を知らせた。 オランダ政府は連合国にこのことを伝えたが、ドイツ軍は天候の回復を待つために何回も日程が延期された。そのため、他の国は何回もの嘘の警報に対して敏感に反応しなくなってしまった。5月9日の夕方、オスターは再度友人に明日の明け方という内容を告げたが、この警報ではオランダ軍のみしか警戒に入らなかった。数日持ちこたえれば、 英仏の軍隊の援軍が到着するというオランダの楽観的な考えは最初の3日間の戦闘では説得力のあるものだった。状況の展開が早すぎ、様々な情報が不足していた。オランダ軍は様々な場所でのドイツ軍を遅延させる試みに成功を収めたが、ドイツ軍の進撃速度は非常に速かった。そしていくら待ってもイギリス軍と フランス軍はやって来なかった。5月10日、着陸地点の地図。ハーグは N、バールハーフェンは q ドルドレヒトは7、H はオランダ河口を表している。1940年5月10日の朝、オランダ人は空を飛ぶ、航空機のエンジン音で目が覚めた。この日、ナチスドイツがファルゲルプ作戦を発動し、オランダ、ベルギー、ルクセンブルク、フランスに攻撃を行った。 進行前に戦線復刻は行われなかった。前日の夜中にドイツ空軍はオランダの領空を侵犯し、西に消えていった。オランダ人は、それはイギリスを直接狙う作戦だと思っていた。しかし、北海の上空でドイツ軍の戦隊は東に転進し、オランダの飛行場に奇襲攻撃を行った。多数の航空機が地上で破壊された。一部の航空機は離陸し、 ドイツ軍の航空機を13機落としたものの、ほとんどは戦闘で失われた。その後即座に、降下両兵と空輸部隊が降下した。オランダ軍の対空砲部隊は、多数の輸送機を落とした。公式の記録は失われたが、オランダ戦の間に失われた10-52輸送機の総数は、約275機であった。ハーグへの攻撃は、完全に失敗した。 降下両兵は、ユンカース輸送機で時間通り無事に降下できたが、イペンブルフの主要飛行場の占領に失敗した。一台の装甲車が爆撃でダメージを受けたが、他の五台のランズバーク装甲車が、最初の第一波、第二波のユンカース輸送機を撃退し、多数の兵員を殺害した。飛行場が残骸により封鎖されたため、残りの部隊は、着陸を諦め、代わりの地点を探した。 一部は草原や海岸に着陸し、部隊は散逸した。オッケンブルクの付属飛行場は建造中で舗装されていなかったため、ここに着陸した航空機は柔らかい地面に沈んでしまった。最終的に高下両兵は一辺ブルフを占領したが、即座に反撃を受けることになった。完全な不評連隊が飛行場の近くにいた。それは、砲兵の支援を受け、 ドイツ軍の防衛を数時間で破り、フォルケンブルクの飛行場は再占領されかかった。残った高下両兵は近くの村に撤退した。ロッテルダムへの攻撃が最も成功した。120人の兵を乗せた最初の12機の水蒸気が町の使用部に着陸し、ニューウェ・マース川を渡るビルヘルム教選挙、共闘法を確保するために攻撃部隊を下ろした。その後、 アイゼルモンドの島の都市の南にあるバールハーフェンの軍用飛行場は高架両兵の攻撃を受けた。ここには不評大隊が存在したが、高架両兵は空港の近くのその真っただ中に降下した。混戦が続いた。第一波のユンカース輸送機は一部破壊されたが、輸送機は損害に関かかわらず着陸を続けた。最終的にオランダの防御部隊と、 豆戦車は駆逐された。ドイツ軍部隊は兵力を増強し、東移動し他の二つの橋を占拠しようとした高架両兵と接触を図った。ドルドレヒトの島では、ドルドレヒトの橋が抑えられたが、都市の守備隊自体は保持を続けた。オランダのマース川とライン川河口を渡り北た、ブラバント州と島々を接続するムールダイクの長い橋は、 ドイツ軍により確保され、両側を人地化された。ムールダイクの村では、ドイツ軍による戦争犯罪が行われた。ここでは、6人の捕虜の士官が自分たちの部隊が降伏を拒んだため射殺された。ドイツ軍は、ブランデンブルクコマンド部隊を利用してアイゼル側とマース側の橋を破壊せずに捕獲することを試みた。その部隊は5月8日からオランダに潜入を始めていた。 5月10日の夜、彼らは橋に近づき、各チームの一部のメンバーが、オランダの軍警察に変装し、ドイツ軍の捕虜を連れているようなふりをし、オランダ軍の公平部隊を騙そうとした。これら、軍警察の一部は、本当のオランダ人で、オランダのファシズム政党国家社会主義運動の一員であった。これらの試みのほとんどは失敗し、橋は破壊されたが、二つだけ成功をした。 一番の成功例は、デネップの鉄道橋であった。破壊を免れた橋をすぐに、走行列車が通過していき、ペール・ラーム防御線をミルで突破し、戦線後方に不評大隊を降ろすことができた。オランダは、ドイツの兵士が変装しているという記事を国際的な通信社へ流した。これは、第5列のパニックをベルギーやフランスで引き起こした。しかし、 ベルギーやフランスと異なり、オランダでは道を渋滞させるような一般人による難民の大規模な脱出は生じなかった。これは、ドイツ軍兵士がチョコレートのような食料を購入するためにきちんと店の前に列を作って並ぶなど、オランダの市民に対して通常は礼儀正しく振る舞っていたからであった。ほとんどの橋の確保が失敗したことが判明して、ドイツ軍師団は、 アイゼル川とマース川を渡り始めた。第一波はトーチカに十分な火力を集中できなかったため撃退された。しかし、第二波は主要な地点のトーチカを爆撃で破壊したため、不評志願は受け橋を使用して川を渡ることができた。ただし、ベルノ島の一部の拠点では渡河の試みに失敗していた。走行列車が到着したが、第三軍はすでにペールラーム防御船から、 すべての砲兵と共に撤退していた。しかし、14個、国境警備大隊とともに、各連隊は1個大隊を、ドイツ軍の遅延のために残していた。これを、ペル師団と呼んでいた。軍団はすでにワールリンゲ防衛線を防衛していた6個大隊と合流した。それによって、残していった大隊分の戦力を回復した。しかし、 4分の1個軍程度の戦力は十分な効果を果たせるほどの戦力でなく、戦闘に影響を及ぼすものではなかった。風ハとにいた警府表紙団は、オランダ軍が有する唯一の機動予備であった。この部隊は、アイゼルモンドに降下したドイツ軍の降下両兵への反撃に使用することが決定されていた。この部隊配下の連隊は、 マース川とワール川を自転車で渡り、アルブラッサーバードを通り、カンタク地をアイゼルモントで分割しているノード川に到着した。そこで1939年に作られ、高架両兵に守られていない唯一の橋を見つけた。ドイツ軍がこの橋の存在に気がつかなかった理由は、ドイツ軍は古い地図を使用していたためであった。しかし、トカの試みは、 支援砲兵が到着する翌日に延期され、共闘法は構築されなかった。そうしている間に、10日の夕刻には、フランス第一経営機構士団がオランダに到着し始めた。この士団はフランス第7軍の北側の一部であった。この部隊の任務は、オランダとアントウェルペンの間の接続を確保するものであった。5月11日ロッテルダム爆撃前のオランダの 状態説明、オランダ軍が存在するオランダ軍の防衛線、装甲車両に対するオランダ軍の重防衛線、ゼーラントのオランダ軍の防衛線、ベルギー軍の防衛線、フランス軍のオランダの防衛線、ドイツ軍の支配地域ドイツ軍部隊は、10日の夕刻には、グレッペ防御線の南に到着していた。この領域の土地は氾濫していなかったので、防御は、不評代隊により守られた。 紹介戦で行われた。11日の早朝、午前3時半頃に、ドイツ軍の砲兵は紹介戦への砲撃を開始した。それに続き、火が昇ると同時に、SS 連隊でアフーラーが攻撃を行った。数で劣り、武装も十分でない大隊は可能な限りの防御を行ったが、その日の夕刻には紹介戦のすべてが、ドイツ軍の支配下に落ちた。 夜中に行われたオランダ軍の反撃も、それを知らされなかったオランダ軍部隊による戦闘があったために失敗した。北ブラバントでは10日の終わりに、ペールラーム線から数キロメートル西にある運河の追悼、ビレムスバート線まで撤退するように命令が出ていた。この撤退命令は、十分に防備された地点を手放し、砲や重機関銃のような重装備を放棄することを意味していた。 さらに、運河の東の土手は、西側の土手より高く、防御側が、攻撃側を見つけることが困難であった。しかも、西側の土手の一部分が防御されないままで残っていた。この部分は破壊されていない橋を含む領域であり、ドイツ軍は、ツイートビレムスワート線を簡単に迂回することができた。11日の終わりまで、ドイツ軍は、至るところで、ツイートビレムスワート線を突破していた。 また、警府表示団による攻撃は行われなかった。濃度川に架かる橋は、ドイツ軍の高下両兵による防衛の準備が完了し、そこを横切ることができなかった。ボートなどを使用して川を渡る試みは失敗し、その日の午後、警府表示団はドルドレヒト島まで前進することを命令され、その日の夜に到着した。その日の早朝から、 ドルドレヒトやバーレンドレヒトにおいて何度かキューマース川を渡る試みが行われた。しかし、砲兵支援がなく攻撃も限定的なものであったため全ての試みは失敗した。フランス第一経営機構士団の増援によるムールダ工クへの攻撃の試みがあったが、ドイツ空軍の支援により撤退することとなった。 ロッテルダムでも増援が到着したにもかかわらず、オランダ軍は、マースガーの北側の土手から、ドイツ軍の高火量兵を排除することに、成功しなかった。シュティーデント将軍により放棄を指示されたが、ロッテルダムのドイツ軍の指揮官はこの共闘法の放棄を、拒否した。残ったオランダ軍の爆撃機に金による爆撃を、受けたにもかかわらず、ドイツ軍の高火量兵は、 占領地点の保持を続けた。同様にハーグでも孤立した高下領兵を排除する試みは成功しなかった。ドイツ軍の進軍の様子5月14日時点で、ドイツ軍がほとんどの領土を占領したにもかかわらず、オランダの状況は改善したかのように見えた。主要都市とオランダの国民の大半は未だオランダの支配下にあった。ドイツ軍の前進はコルンベルデルザントで停止した。 ドイツ軍の降下両辺は全滅するか包囲されていた。ドイツ軍の戦車はロッテルダムの南で停止した。ヒトラーはイギリス軍がオランダの海岸に上陸し、ドイツへの攻撃をかけることを心配していた。そのため、ヒトラーはオランダを数日のうちに降伏させることを要求した。最後通告がその後、ロッテルダムのオランダ軍防衛部隊に送られた。 それでは、都市が降伏しなければ、爆撃を行うと告げていた。オランダの指揮官が降伏の調印から戻ってくる、途中に爆撃機の集団が現れた。ロッテルダムを爆撃しないように警告するために赤い信号弾を撃ったが、爆撃機の集団の一つは基地に戻ったものの、他の集団は飛行を続け、ロッテルダムを爆撃した。約900人が火災で死亡し、 古い市街全体が消失した。オランダの葬式ヴビンケルマンは、降伏するための最後通告を受け入れるか、ユトレヒトとアムステルダムを破壊されてでも時間を稼ぐか、考えている時に、ロッテルダムの爆撃のニュースを聞き、イギリスとフランスは自分たちを助けに来ないということに気がついた。ビンケルマンは、あと数日戦い続けることより、市民の命の方がもっと大切であると考え、 ゼーラントを除いた領域でオランダ軍が降伏をすることを決定した。そのゼーラントではフランス軍が退却戦を行っていた。バスとザンディックの防御船は地形的に防御に向いていたし、ワルヘレンの島はスロー海峡における自然の防衛戦が存在していた。これらの地形はオランダとフランスの部隊がドイツ軍の前進を遅延させることを可能としたが十分ではなかった。 十分な航空支援がなかったが、バスとザンディックの防御線は、簡単に落ち、ワルヘレンとゼウス・フラーンデレンが、オランダの手に残った。そして、フラッシングの浜を経由し、ベルギーへ部隊が素早く撤退することを許した。ワルヘレンは、ドイツ空軍が、州都のミデルブルフの爆撃を開始すると陥落した。しかし、ゼーラント自体は、コラント要塞の一部ではなかったため、 オランダ軍の防衛部隊がおらず、地理的な位置からいずれ陥落することが分かっていた状況で、ゼーラントからフランス軍が撤退に成功したことは、連合国にとって小さな成功であったと考えられる。オランダの降伏後、ミルヘルミナ女王がイギリスで亡命政府を設立した。ドイツの占領は正式には1940年5月17日に始まり、 国家弁務官として派遣されてきたアルトゥル、財イ,イコールインクバルトが過酷な集奪と、レジスタンスやユダヤ人に対する弾圧を行った。ザイス水イコールインクバルト統治下のオランダは、他のドイツ占領地と比べても、特に激しいユダヤ人狩りが行われた。当時オランダで暮らしていた、ユダヤ人は14万人いたが、そのうち11万人以上が、オランダ国外の絶滅収容所や、 強制収容所へと移送されている。そのうち戦後まで生き延びていたのはわずか6000人だったという。アンネの日記の著者アンネ・フランクもオランダから移送されて死亡したものの一人である。また、ドイツの戦況が悪化するに従って、ヒュダヤ系オランダ人に対しても厳しい強制労働が課せられるようになった。オランダ人500万人が強制労働のためにドイツへ移送されている。 レジスタンス活動家は即決裁判で処刑され、レジスタンスの関係者がいた、市町村も集団罪に問われて処罰された。在水コールインクバルト統治下で4万千人のオランダ人が処刑され、5万人のオランダ人が合死した。一方、親ナチス政党のオランダ国家社会主義運動や、武装親衛隊のオランダ人義勇兵部隊である、第 23SS 義勇総合的弾兵士団、 ネーデルラント、第 34SS 義勇敵団兵士団、ラント首都ムネーダーラントに参加し、戦後に反逆者として、処罰、批判されたオランダ国民もいた。米英軍による退独犯行で、オランダが再び自由を得るまでには、5年の歳月と25万のオランダ人の犠牲が必要であった。ありがとうございます。